この時間は伊藤博明さんにワードプレス初心者が社内プロダクトでテーマ開発を始めてみたというタイトルでお話をいただきます。ウェブデザイナーから X サーバーに入社され、今ではほぼ一人でテーマ開発をされているという伊藤さんから、これからテーマ開発をしたいと考えている方々に向け、いろいろなことをお話しいただくセッションです。 主にクラシックエディターを作られている今の立場でどんなことがあったのか伺っていきたいと思います。では伊藤さんどうぞよろしくお願いいたします。拍手お願いいたします。はい、えー、っと、それではセッションの方を始めさせていただきます。私がお話しする内容なんですけれども、ワードプレス初心者が社内プロダクトでテーマ開発を始めてみたというお話をさせていただきます。 テーマ開発と言いましても、あの、まあ、こういうテーマ自体がこういう構造になっているみたいな話だったり、えっ、ー、と、まあ、CSS 設計のお話だったり、まあ、こういうコードを使うみたいなお話、いろいろあると思うんですけれども、今回私は、えっ、ー、と、ブロックの開発をメインでちょっとお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。 えっと、まず、えっ、ー、と、自己紹介させていただきます。えー、今回私、ワードキャンプ初めて来ました。<laughs> そして、えー、登壇というものも、えー、人生で初めてです。あの、非常に緊張してますが、えっ、ー、と、温かく見守っていただけると嬉しいですと。簡単に経歴の方をお話しさせていただくと、私、2022年、 まで、えっと、ウェブ制作会社で、あの、ウェブデザイナーをしておりました。コーディングだったり、えっと、あと、ワードプレスの、まあ、テーマを使って、お客様のウェブサイトを作るというお仕事をしたり、あと、あの、メディアのブログの記事を編集したり、あの、いろんなことをやっておりました。そこから、えっと、2022年から、えっと、現在まで、エクスサーバー株式会社で、 えっと、ワードプレステーマの X ライトというテーマを開発しておりますと。X サーバーといえばサーバーのイメージが強いと思うんですけれども、私は入社してからずっと、えー、テーマをひたすら作り続けてまして、あの、ちょっとなんか会社とは離れてる感じは感じてます。と趣味なんですけれども、基本的に引きこもりで ずっと家でゲームしてるタイプなんですけれども、あのたまに外に出て音楽イベントの主催をしたりしてます。えー、twitter というかまあ、x のアカウントがえっ、ー、とこの弘明アンダースコア2つ伊藤という名前で、えー、アカウントございます。あのよくこういう猫のアイコン <laughs> 使っておりますので、まあ、もし見かけたらフォローしていただけると嬉しいです。 とえー、今回のセッションの内容に関してなんですけれども、まあ、主に5つお話しさせていただきます一番最初に、えー、テーマ開発を学習し始めた当時のスキルですね、まあ、どういったスキルを持った状態からいざテーマ開発を始めようとしたのかっていうところをちょっとお話しさせていただきますその後、えー、テーマ開発の中でも、えー、とブロックの作り方をメインで学習したので とまどういった内容をま勉強していたのかっていうところをお話しさせていただきます。その後実際にあのテーマ開発する上でまブロックを開発してどういったことでつまずいたかっていうところをちょっとお話しさでさせていただきます。その後え心境の変化ですね。あのブロック作る前とえまテーマを開発する前と後で。 まあどういった変化があったのかっていうところと、まあ良かったことをちょっとお話しさせていただきます。最後に、あの、これからもしブロック開発したいという方がいれば、まあどういったことをするのがいいのかっていうところを最後にお話しさせていただきます。今回のセッションの目的なんですけれども、まあ、テーマだったり、まあブロックの開発に興味を持ってくれる人が少しでも増えると嬉しいなと思ってます。 開発者が増えると、まあ、それだけ便利なブロックが生まれることもあるかと思いますので、まあ、増えてくれると嬉しいなと思います。あとは、えっと、まあ、今回のえーワードキャンプもそうなんですけれども、あの、ワードプレスに興味を持って貢献する人が少しでも増えてくれると嬉しいなと思います。と 最後にこれから開発もし始める方がいましたら今回の私のお話で少しでも役に立ってくれると嬉しいなと思いますそれでは一番最初にですねテーマ開発を学習し始めた当時のスキルについてお話しさせていただきます 私、学習し始めた時点ではですね、前の会社で Web デザイナーとして、ワードプレスのテーマをいろいろ使っていたところもあって、ワードプレスの管理画面の使い方だったり、ブロックのコアのブロックの使い方というのはある程度分かっていました。コーディングもしておりましたので、基本的な HTML、CSS、 というものは理解ししておりましたあと JavaScript のコードだったり、えー、と既存のテーマを、まあ、PHP を使ってカスタマイズするっていう部分に関しては、まあ、ネットで調べられる範囲でやってたっていう感じですね。で、まあ、最後に英語に関しては本当に苦手であの翻訳ツールを使いながらあの調べながら、えー、と仕事をしておりました。 で続いて、その状態からですね、テーマ開発の中でもブロックの作り方をメインで学習し始めました。ブロックはほとんどの方が使ってブログだったりウェブサイトを作られている方多いかと思いますので、自分もその便利なブロックを作りたいということで、ブロックの作り方を学習し始めました。 最初に学習し始めた内容としては、まあ、公式のハンドブックですね。あのまあ、今ちょっと古くなっているので、えーと、タイトルが少し変わってますが、ブロックの作成チュートリアルの、えー、とクリエイトブロックパッケージっていうもので、だいたいブロックがどういった構造でできているのかっていうのを理解しました。 まあ簡単にご説明すると、edit.js という部分が、編集画面の部分がを作るためのえとファイルになってまして、で、save.js というものは、実際にあのウェブサイト上に表示されるあの表示画面がえとのコードがまあこのファイルに書かれているという内容になっていますでブロック。で、block.json というものであのデータを定義しているのであのエディット JS の中であの設定だったり、まあ、ブロックの設定というものが、まあ、オンオフの設定みたいなものが作ったとするとそのオンオフというのをあのデータを定義していることによってあのオンオフがちゃんと保存されてでちゃんと画面にあのそれが反映されるという形になってます SCSS ファイルというものはあの見た目を 使えるためのあのデザイン関係のファイルになってます。で一通りあのそのチュートリアルをやった後にですね、あのまあ GitHub にあの実際のコアブロック WordPress の中で使われているコアブロックのソースコードがあるので、まあそこからえっとどういうふうにブロックが 作らられてていいるののかっていうのをあのソーースコードを見ながら理解し,ましたで、まあざっくりよく使われているのがイン,スペインスペクターコントロールズていう右側のサイドバーにあの機能を実装するための、まあ、コンポーネントというものが使われていたりとツールバーにあの設定みたいなものをあの実装するための、まあ、ブロックコントロールズみたいなあの コンンポーネントが中にはよく書かれていますで、まあ、このサイドバーのこのインスペクターコントロール図の中に、まあ、ボタングループだったり、まあ、いろんなスライドをするための設定だったりっていうのをいろんなコンポーネントが中に書かれていて、まあ、そういった構造でブロックが作られているということを理解しましたで実際にブロックを開発して してつまずいたことなんですけれども。まずブロック開発の情報、ネットで検索してもあんまり出ないっていうところですね。えっと。これ、今、コード書かれてるんですけれども、これはあのインナーブロックプロプスと言い,いまして、ブロックの中に別のブロックを入れるみたいな、 ブロックを作る時にあのこういう書き方をするんですけれどもその中のブロックと同じ階層に何か要素を付け足したいっていうことがあの昔はできなかったんですね。で当時私そのインナーブロックスを調べてみてもあのハンドブックには書かれておらず、えー、結果あの開発ノートというところで、えー、こういう。 同じ階層にあの要素を入れられるっていうのを知ったのであの結構深く <laughs> 調べないとあの出ない情報を得られないっていうことが結構あります。基本的にあの公式のまあ開発ノートだったりあのマニュアルだったりハンドブックを読むことが基本的に多いですね。あんまりネットで検索しても 思、おも欲しい情報はあんま手に入らないっていうふうに思います。続いて、えっと、ハンドブックでも、ま、基本翻訳されてないことが多いです。この例としては、あの、データモジュールリファレンスっていう内容になるんですけれども、例えばブロックを操作して、あの、記事の情報を取ってきたり、著者の情報を取ってきたりっていう、え、まあ、 コアと言われるデータモジュールを使用したりあの親子のブロックを操作する情報を取ってくるみたいなのはこのコアブロックエディターっていうデータモジュールを使わないといけないんですけれども基本的にこのマニュアルに関しても全て翻訳されていないのであの私は翻訳ツールを使ってなんとか頑張って理解しているというところです。 続いて、えーと、ブロックにですね後から機能を追加すると、まあ、よくこの表示が <laughs> 出てきてしまいます。あのリカバリー <laughs> という状態になるんですけれども、まあ、これをあの起きないようにするためには後方互換を考えないといけないというところですねあの。基本的に新しい機能を追加するということは、ですねあの機能を追加する前のブロックはもうすでに 記事に挿入されているっていう状態なので、この古いブロックと新しい機能を追加したブロックの要素、save.js の要素に違いがあると大体こういうブロックリカバリーのエラーが出ることが多いです。こちら一つの例なんですけれども、のこの画像はハンドブックにある内容なんですけれども、もともと p タグ で、えっ、ー、と、文章を出してたものを、まあ、後から、ま、機能を追加した結果、その div に変えようっていうような流れで対応したときに、大体、あの、要素が変わってしまっているので、まあ、リカバリのエラーが出ると。で、その、それを、ま、アップデートするためには、ま、あデプリケートの中に、えっ、ー、と、機能を追加する前の、えっ、ー、と、要素をきちんと書かないと、 え、エラーが出てしまいますっていうところで、これは私、今でもなんかよくエラー起きて、毎回ちゃんとデプリケートを書いて修正しているんですけれども、すごく大変な内容かなと思っております。あと、ワードプレスのコアアップデートの影響を受けることが多いです。あの、こちらの画像は、 バージョン6.26.36.4のそれぞれ私が経験した影響を受けた部分なんですけれどもまず6.2はこちらはあの文章にあのラベルを追加する機能をまあツールバーに実装し,したんですけれどももともとこの並び順は左寄せだったんですね。 で、6.2にアップデートした途端に、あの、すべて中央寄せになってしまうということがありまして、で、これも、やっぱりちゃんと、あの、事前にですね、あの、ワードプレスベータテスターで、あの、動作確認をしておかないと、ど、どこでどういったことが起きているのかっていうのを、あの、事前に調べて、あの、修正している、あの、修正する必要があるというふうに思います。で、6.3に関しても、 こちらボタンはもともと横並びで3つ置いてたものがですね全部縦になってしまうという現象が起きてまあこちらも6.3のアップデートがあの配信される前にあの事前にベータテストで動作確認をしてまあきちんとここの横並びになるようにあの修正をしてましたで6.4の時は、えー こ,れこちらあのリッチテキストっていう文章を作るためのコンポーネントでえと中にオプションでマルチラインというそのリスト上にエンターキーを押すとリスト上にあの文字を打てるようにする機能があるんですけれどもそれでまリスト上のデザインを作っていたんですけれどもあの何も表示されないと言いますか今これはテキストがただ並んでるだけ <laughs> ちょっとデザインを作ってたんですけれどもそれが消えてしまうという現象が起きてました。 で次6.5もあるんですけれども私がちょっと見たところグループブロックの構造がちょっと変わってたんで、まあ、今ちょっと最新はどうなってるかわからないんですけれども少し前に確認した時はまたグループブロックがちょっと違うなっていうことに気づいてあこれもちょっと修正もしそこにグループブロックに対してスタイルをしていた場合は修正しないといけないかなというふうに考えてます。 とですね、あの、やっぱり使いやすいブロックを作るのはすごく大変、少し大変 <laughs> って書いてますね。まあ大変かなと思います。あの、この例を挙げますと、こちらあの FAQ ブロックですね、よくある質問でよく使われるようなブロックを私作ったんですけれども、あの、この、親ブロック選択時の設定と、 親ブロックというのはその挿入した時に最初に選択されている状態ですね。で、その後に、えっと、テキストを入力しようと思って、まあ中に、あの文字のある部分に文字を入れようとクリックすると、大体、あの、子ブロックが選択されているっていう状態になります。で、この親子関係っていうものは、やっぱワードプレスを、まあ初めて使われる方とか、まああんまり慣れてない方、 はすごくかかりづらいかなと思ってまして今自分が親を選択しているのか子を選択しているのかそもそもその概念もやっぱり初めての方はないんであのまあそのどちらも同じ設定を用意しようということでえこういったものを実装しましたあのまあこれはあの子を選択した状態で設定を変えてもきちんと親のブロックの情報 というか、親の設定も同期して変わる。で、その逆も、親のブロックの設定を変えると、中の、あの、子ブロックも全てきちんと同じように設定が変わるっていうようなブロックを作りました。これはすごく、初めて作った時はすごく大変だなっていうふうに思いました。 続いて、あの、心境の変化ですね。ワードプレスのテーマを開発して、え、開発する前と後でどういった気持ちの変化があったのかっていうところと、あと、テーマ開発でよ、してよかったなって思うところをお話しさせていただきます。まず、テーマ開発者になる前ですね、あの、 もう自分なら誰よりもいいブロックを作れるっていう <laughs> 謎の自信を <laughs> 持ってたんですけれども、実際にテーマ開発をしてみると、やっぱりいろいろつまずくことが多くて、まあ先ほどお話しさせていただいた内容が主なつまずいたところになるんですけれども、やっぱり設定を追加して追加してっていうところをやっていくと、なんか この設定噛み合わないな、みたいなことがよくあるんで、その辺をすごいきっちりちゃんと作られているあの他のテーマ開発者さんが本当に神だなというふうに思ってます。あの、ま、大変なんですけれども、ま、実際あのブロックを使っていただいている方にあの、すごく使いやすいです、みたいなこと言ってもらえるとやっぱりめちゃくちゃ嬉しいんで、 そこは本当に良かったなとテーマ開発者で、まあものづくりという点で、やっぱりこれはすごく大事な,なんか気持ちなんだなというふうに思いました。あとですね、やっぱワードプレスコミュニティと関わりを持つ機会が増えたというところが私の中で一番大きいかなと思います。あの、最初は ワードキャンプは今回初めてなんですけれども、まあ、ミートアップに参加したり懇親会に参加したりっていう、まあ、きっかけもやっぱりワードプレスの,そのテーマ開発をしていたからっていうところがすごく大きいので、まあ、その流れから結構いろんな人とまあ知り合えたっていうのは私の中ですごくいい何て言うんですかね、まあ きっかけといいますか、すごく、まあそこはテーマ開発しててした、してたおかげで、まあ今があるんだなというふうに思、思います。で、まあ今後に関しては、えー、まあコア、ワ、えードプレスのコアへの貢献だったり、あと実行委員もすごく興味あるので、あの、まあいろんな形で今後関われると嬉しいなと思います。 最後にこれからあのブロック開発される方に今どういった学習をするといいのかなっていうところをお話しさせていただきますまずチュートリアル初めてのブロック作成という名前に変わりましたえっとそれまではあのブロックそれまでの過去のハンドブックのタイトルはブロックの作成チュートリアルになってい 新しく、えー、と初めてのブロック作成っていうタイトルに変わりました。で、えー、ちょうど先月ぐらいにですねあの日本語にも対応されてますので、まあ、今始める方はこれをまずやってみるのが一番いいかなと思います。このチュートリアルはですね、えー、とコピーライトの、まあ、著作権の念表示をするための ブロックをの作り方を説明しているものでこれのえと前のチュートリアルはトゥードゥーリストだったと思うんですけれどもまあ新しくえともう少し何て言うんですかね細かい部分まであの学べるような内容に変わってるんでまあこちらをまず始めてみるのがいいかなと思います。あと 私が一番おすすめしたいのが、この秋浜野さんの YouTube 動画、カスタムブロック道場というものがありまして、当時私学習し始めた頃、まだ動画3つぐらいしかなかったので、基本的に公式のハンドブックを読みながらずっとまあ勉強したり開発を続けてたんですけれども、ま、あ だいぶ時間が経った後に見返してみると今すごい動画がいっぱいあって実際ある程度知識を知った状態で見てみたんですけれどもすごくわかりやすくて本当に結構ハンドブックの内容自体も私あんまり理解できないことが多かったんですねでその状態からなんとか勉強してある程度わかるようになってまあこの カスタムブロック道場を見返してみたんですけれどもかなりわかりやすく説明されているんでこれは絶対に見た方がいいと私は思いますやっぱり難しい部分いろいろあるんですけれども、まあ、先ほどお話ししたように、まあ、結構昔よりもすごく情報増えてきたんで、まあ、そんなに難しくなく作れるようになりましたんで まあ,実際にあと実際に作ってみるとやっぱ楽しいっていうのもあって、まああのまあ、今後そうですね新しくブロック作られる方はあのプラグイン化できますので、まあ、それをしていただくことで、まあ、どのテーマでもそのプラグインを有効化するだけでそのブロック一つでも使えるようになるので、まあ、もしあの今後作られる方がいたら、まあ、プラグイン化してあの公開するとみんなで あのいいのブロック開発始めることは意外と難しくないっていうところですね。情報まあそれもハンドブックだったり YouTube 動画っていうものがあって昔よりも結構情報が充実してるのであのまあ 作りやすすくななっているかなと思います、まあ、ただやっぱり互換性の対応だったりまあ新しい情報ですね結構ハンドブックにも書いてないものを開発ノートで見たりっていうところで新しい情報をっていうのはやっぱ大変かなと思ってます。でもやっぱり実際にこう作ってみるといろんな発見があってあのすごく楽しいと思うので是非、まあ、作っていただければと思います。 以上で私からのお話を <laughs> 終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。伊藤博明さんでした。 ということで、伊藤博明さんから、ワードプレス初心者が社内プロダクトでテーマ開発を始めていた、見たというタイトルでお話をいただきましたけれども、少しお時間に余裕もございますので、せっかくですので、この、えー、今回の講演を受けて、また、あの、伊藤さんに興味が出た方も、あの、多いかと思いますので、伊藤さんに何か聞いてみたいことがある方、質問をお伺いして、ちょっとお答えいただくっていうお時間も取れるかなと思うんですけれども、えー、何か、 え、我こそは質問してみたいという方いらっしゃいましたら、挙手をお願いいたします。いかがでしょうか？もちろん元々、もともとあの知り合いの方なんか。でも今日の講演を受けて、この機会にという方もいらっしゃると思いますが、はい、ちょっとはい、あのマイクを通してお願いできますか？はい、えーと。じゃあ今 x ライトはクラシックテーマだと思うんですけど、今後ブロックテーマの開発とかっていうのは考えられていたりしますか？ そうですすね私自身はめちゃめちちゃゃ興味がありますやっぱり新しい技術だったり新しいものを学ぶっていう点では、まあ、そこの探求心っていうのはすごくあるんですけれども、まあ、まずはその今作ってるテーマっていうものを、まあ、ちゃんといいテーマに作り上げたいっていうところはあるので、まあ、まずは今そこを必死でやってるっていうところなんで、まあ、今後もしその機会があれば私はぜひ。 あの、ブロックテーマを作りたいと思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、他に質問ございませんでしょうか皆さんよろしいでしょうかえぜひこの後の懇親会などでもいろいろお話ししてお伺いしてみていただければと思います。それでは、えー、このお時間ですね、このセッションにつきましてはここまでとさせていただきます。伊藤さんに改めて大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。